勝戦第10レースです。新見、植木、吉田、古川、秋、田辺といったメンバー、進入は6451-3でした。この瞬間はね、5号艇の秋の勝ったな、やったな、そんな感じだったんだね。そのところが2号艇、すごいスピードで、あの2番ですね、植木選手、ぐいぐい出てくるんですけれども、すごいサイドのかかり方だったですね。ものすごい足なんですね。今ここでね、あ、1番と2番がね、新見と秋が接触したんですけど、これでちょっとね、エンジンバーを開けてしまった新見選手、これターンマークは外すんですよ。普通だったらこれもう臨死ですからね。そしてここでターン、サイドかかんなそう流れて、またここでターンマークね、外すんですけど、これね、エンジンバーが曲がっちゃったっていうアクシデントがね。10レースは2番3番で1セントンで30円でした。続いて11レースです。中道、野中、城滝、西田、大島、高山といったメンバー、進入は4-1-3-6-5でした。もうあの 5コースからですね、2号艇の野中が一気にまくっていくんですね。目の覚めるようなこの時、実は赤い艇、これ城滝なんですが、これもう普通だったら済んだレースですよね。ところがここからやっぱり34号機の底力というんでしょうね、これはね、ぐいぐい時で、まあ、200人来れば権利ですからね。まくられたと見りゃ早めにね、大きく開いて2着争い、これ大島選手なんですけど、そうですね、5号艇ですね。11レースは2番3番で760円でした。続いて12レースです。川崎、松井、鈴木、今垣、服部、西島といったメンバー、進入は361-254でした。もうスタートした瞬間はインコースの鈴木、これ3号艇なんですが、ダブルショーが持ったみたいね。そこそこが1番の川崎選手の V をギリギリ進まれたんですよね。すごい、これはやっぱりあのこのエンジンの連続なんですよね。そしてやっぱりあの乗れていると言いますかね。そうですよね、松井選手が続く。そうです、うん、12レースは1番2番で払い戻しは770円でした。で、電子タイムご紹介いたしましょう。1号艇 6.46、 2号艇 6.46、 3え、ご覧いただいている水面状況は15時15分現在のもの、1.6 倍ということになりましたね。そうですね、朝から入っていました。はい、さあ、いよいよもうカウントダウン寸前であります。さあ、注目していただきましょう。ボートレーサーの栄光の称号たるダービーキングの座をかけて考えうる最高の顔ぶれが揃いました。第43回全日本モーターボート選手権競争優勝戦、豪華に大胆に幕を開けました。対戦メンバー6名です。1号艇福岡の植木道彦、2号艇は大阪野中和夫、3号艇岡山の川崎智之、4号艇群馬の吉田実、5号艇は佐賀の城滝和則、6号艇大阪の松井茂です。さて、6艇のコース取り、さあ回り込んできました。5号艇の城滝、不気味に大胆なエースの城、城滝和則が回り込んでのインドリに成功。そして絶好枠から1号艇バイオレンスコーナージャック、植木道彦が2コースに構える。さあ、これを睨んで後方に引いたのが2号艇ベテランであります、不正室の勝利の伝統は野中和夫。その外4コースでしょうか、3号艇は栄光の翼を大きく広げます、ヤングイーグル川崎智之。アウト2艇は4号艇の吉田実、そして6号艇の松井茂か。非常のコーナーライセンス、4号艇の吉田実が、ここはアウトの5コースか。そしてこの一戦、緑の勝負服、これはラッキーカラー、6号艇ミラクルテクニカルウォーターバック松井茂、アウトのコースへ回ります。1コースに5号艇城滝、2コース1号艇植木、中段3コースに構えるのが2号艇です野中和夫、そして4コースに3号艇です川崎智之。優勝戦第12レース進入大会、そろってインコースから5番1番2番3番アウト、4番6番の体形で今スタートしました。6コースの6号艇バスが好スタート、センター3コースは好タッチ、2号艇7が一周出したのが一線を引くか、5号艇の強敵、そしてそれから引っ張るのが6号艇内から回って1号艇3号艇バックレッツに入った、スタートは正常、優勝戦スタートは正常。さあ、先陣争いは1号艇5号艇バスに連なって内に回った1号艇植木が先頭か、内を通ったそれでは3号艇川崎、アウトコースは5号艇強敵が続きまして一瞬マーク、突然回は1号艇の植木、内を切り込んだ3号艇、詰まっていった5号艇、さあ、ほぼ全然入った
ースは21マーク入っていったか、号艇の上時が転向する、1号艇それからいったか、流れた流れた、1号艇の駅大きく流れて逆転、成功マーク号艇2周の1マーク、上時勝利が単独先頭に浮上し、2番手は3号艇の川崎、上時駅が5番3番53単位で3番手まで交代か、1号艇駅さらに後方4号艇2号艇6号艇吉田村上松井が続きまして、2周第3マークの旋回からホームスラッチに入る、先頭は2周1マーク、2号艇の逆転に成功、5号艇の上時、2番手は1号艇の植木、大勢は5番1番3番手からは3号艇の川崎が接近しますが、大勢は5番1番大石、大勢は完全に固まって今3周1番の旋回から向こう上面直線コースに入るところ、さあ2番手は1号艇植木、先頭独走は5号艇の上時、もはや安全圏か、先頭独走体制は5号艇の上時であります、今回はめったにないチャンスだ、だから狙う、絶対に勝つ、野望に燃えた水上の暴走戦地が潜在1号のビッグチャンスをものの見事に掴み取って悲願の SD 初優勝、明日のダービーキングを手にします、エンジンよりも何よりも根性で勝利した水上の女王、乗車意見とは1番か、さあ今度は決まったら最後連れて内川さん皇帝の川崎が鮮やかに勝って乗車意見5番3番、先頭皇帝上田が1着でこれに優勝、2着は3皇帝の川崎、3着1皇帝植木、5年4着に4号艇吉田、5着2号艇の中、6着6号艇の松井茂になります。第43回全日本モーターボード選手権競争、優勝は見事な逆転劇、あっぱれ水上のエースの女王、城崎克典が SD 初優勝です。それでは放送席どうぞ。いやもう内田さんも大興奮でしたけれども城崎見事初優勝ということになりましたね、先週ね広玉女王やりましたね、やりましたね。さてもう一度ですね、興奮のこの優勝戦、リプレイでご覧いただきたいと思いますが、確定がもうちょっとお待ちください。最後のね、はい、ターンマーク過ぎてから植木選手がキャビったんですよね、そこを川崎選手が内側鋭く2着に上がったようですね、しかしまあ本命対抗で5位かと思いきや最後にそうですね、ラジオは大騒ぎでした、はい、さて